ドリンクの自動販売機。3種類。スナック菓子の自動販売機。新聞自動販売機プールの更衣室付近に設置されている自動販売機。ゴーグルや水着を販売。1952年製造のアメリカの菓子自動販売機。現役で動いている。1961年の白黒写真に写されたドイツの自販機自動販売機とは、 不特定多数の人間が通貨もしくはそれに代替するカードなどを投入して対価を払うことで自動で商品の購入やサービスの提供を受けることができるようにした機器。自販機とも略される乗車券や食券などの券を販売する機械については券売機とも言う。自動販売機とはお金を支払うとや電子マネーのカードをタッチするなどして押しボタン操作等をすることにより、 自動的に商品を購入することができる機械である。代金を投入し、機械を操作すれば、商品を受け取り、釣り線を受け取ることができる。ただし、公衆電話機や娯楽機は、自動販売機の範疇には含めないのが、一般的である。商品の販売者の側から見れば、自動で販売を行ってくれる機械である。人手不足や人件費高等の対応策として効果があり。 休日や夜間も営業できる利点がある。自販機はロボットの一種であるとも言える。自動販売機は商品の買い手の側から見れば友人の店が閉まっている休日や夜間でも商品を提供してくれるわけである。世界最古の自動販売機はアレクサンドリアのヘロンの著書に記述されている古代エジプトの清水販売機だったとされる。近代の高価でタバコが買える。 自動販売機としては1615年のイギリスのものが現存している。日本では1890年に小野秀蔵、俵屋高奈それぞれが自動販売機の特許を得た。詳細は歴史を参照自動販売機は大別すると物品自動販売機と自動サービス機に分けられる。詳細は分類、種類を参照現代の自動販売機は一般的には 金銭装置、指示装置、貯蔵、加工装置、販売装置から構成されている。詳細は構成と構造を参照自動販売機の多くは電気式、もしくは効果の重量や購入者による操作による機構で作動する。近年では電子マネーや購入時にポイントを加算する機能を持つものもある。また最近では災害時に飲料を無料で提供する機能や 自動体外式除再動機の収納、無線 LAN のアクセスポイント機能など、特殊な機能を追加したものもある。詳細は、多機能化を参照自動販売機は、消費電力の大きさ、公害問題、未成年の喫煙や飲酒への影響、窃盗問題等々、様々な問題に直面し、だが問題に対処すべく対策が打たれ、進化した機種の新登場を繰り返してきた。 現在もキャッシュレス決済に対応した機種の開発や導入が徐々に行われている。詳細は自動販売機の問題点と対策を参照世界初の自動販売機は古代エジプトの寺院に設置された清水を販売するための装置である。この装置は完全自動で5ドラクマ効果を投入すると効果の重みで線が開き蛇口から水が出る構造であった。この記述遣いは アレクサンドリアのヘロン所、機体装置にある。しかし、ヘロン自身の発明なのか彼の死の発明を記述したものかは分かっておらず、この装置の発明者は不明である。また、どのくらい広く用いられていた装置なのかもよく分かっていない。1931年イギリスのタバコ販売機、現存している最古の自動販売機は、1615年のイギリスのタバコ自販機で、 居酒屋や宿屋に設置されていたものである。箱の上部の硬貨投入口から、ハンペンスコインを投入すると蓋が開いて、商品を取り出すことができる仕掛けであるが、蓋が開いた後は、手動で閉じる必要があり、宿の主人や使用人が蓋を閉めていたため実用的なものではなかった。イギリスでは1857年にデンハムの郵便切手自販機に対して、初めて特許が付与された。 アメリカ合衆国では1884年にフルーエーンの自動引き出装置に対して特許が与えられた。1888年にはトーマス・アダムスが自社製のガムを販売するための機械を開発して駅に設置した。また、販売を促進するゲーム製を自動販売機に追加するアイデアは1897年にプルバーマニュファクチャリングカンパニーによって 小さなフィギュアのおまけ付きのものが設置された。このアイデアは売買化世紀として知られる新しい仕組みとして広まってゆき、スロットマシーンやピンボールの誕生につながることになる。1925年には、ウィリアムローによって異なる価格の多品種の商品を販売できるタバコ自動販売機が開発され、一般にはこれによって近代自販機の歴史が始まったとされている。 現存する日本最古の自動販売機、自動郵便機ってはがき売りしたき。1904年に発明家の俵屋高七が作成した、低新総合博物館の展示。1960年頃の紙コップ式ジュース販売機日本では、物品の販売機ではないが、1876年に上野公園内にあった新聞縦覧書に、 自動体重測定器が設置された記録があるものの、製造者や設置機関などは不明である。物品販売の自動販売機としては、1890年、小野秀蔵による自動販売機の特許と、俵屋高7による自動販売機の特許の2件の特許がなされた。このうち俵屋高7は、郵便局からの依頼を受けて、木狂いを製作していた長州藩の下関の 差し物しで1890年の第3回内国環業博覧会への出品を果たした。俵屋の自動販売機にはすでにスラグリジェクターやコインリターンの機能が搭載されており、当時の欧米の危機にも見られない先駆的なものであった。俵屋が1904年に発明した自動郵便機ってはがき売りした機は現存する日本最古の自動販売機とされ、 低信総合博物館に所蔵されており、また前述のタバコ自動販売機が博覧会に出品されたことから、日本最初の自動販売機発明者としては、タワラヤの名前が広く知られている。明治時代には、様々な自動販売機が製作されたが、単発的、実験的なものがほとんどで、一般に定着するレベルのものではなかった。1924年には、中山小一郎が、 袋入り菓子の自販機を製作し、これが日本初の普及型の自動販売機とされている。1951年の朝日新聞では、アメリカ特派員の記事として、ニューヨークタイムズ社のオフィスに存在したカップ式の清涼飲料水自動販売機が取り上げられている。25セント銀貨を入れると5セント銅貨が4枚、お釣りとして出てくること、カップが自動的にセットされて、 清量飲料水が定量出てくることが味気ないとして報じられており、同時期に日本にはこの種の販売機が存在しなかったもしくは一般的ではなかったことが伺える。昭和30年代前半になると自動販売機は物珍しい機械から本格的な実用化の時代へ移行した。自動販売機は昭和40年代に急速に普及した。その要因として、 1967年に100円50円新効果が発行されたことが挙げられている。特に1967年に国鉄が合理化の一環として都市部で近距離乗車券発行用自動券売機の全面的な導入に踏み切ったことが大きな影響を与えたと言われている。日本全国の自動販売機設置台数は20世紀中は増加の一途をたどり、 2000年には560万台とピークを迎えた。21世紀に入ってから減少傾向に転じ、2007年末には日本自動販売機構業界の調査によれば540万5300台で、うち48.8%が飲料販売用、2008年12月末には526万台と、その傾向が続いている。自販機による売り上げも、 2000年の7兆円から2008年には5兆7000億円へと減少した。日本での購買者の比率は男性9、女性1とされる。日本国内で自動販売機の工業製品出荷金額が最も高いのは三重県である。自動販売機の生産台数が最も多いのは四日市市で年間で約12万台が生産されている。駅では キオスクなどが閉店した後に利用客の不便を減らすため、または人件費カットを目的にキオスクを自動販売機に置換していることも多い。また近年ではスイカなどの交通系電子マネー支払い専用とした自動販売機も登場した。これは貨幣を扱う稼働部を省くことで機械の維持コスト低下に貢献している。自動販売機は大別すると物品自動販売機と 自動サービス機に分けられる。国際的な HS コードでは、自動販売機は、ほとんどが、物品の自動販売機に分類され、飲料の自動販売機、その他の自動販売機、部分品に分類される。日本標準商品分類では、非常に細かく分類されており、自動販売機及び自動サービス機の、うち自動販売機に分類される。自動販売機は、物品等自動販売機と、 サービス情報自動販売機に対別され、さらに一家に細かい分類が設けられている。一般には、冷やしたり温めたりした、様々な容器入り飲料、カップ麺、菓子パン、菓子類、タバコ、雑誌、新聞など、保存の簡単なものが多い。また特殊なところでは、その都度に豆から引いて抽出するコーヒー、冷凍食品を内蔵電子レンジなどで温めて提供する。 自販機もある。麺類では、茹でられた麺を湯がいてからスープを入れて提供するタイプがある。カップ麺の場合は、湯で戻して提供され、箸がついてくるものもある。交通機関の乗車券や特急券、遊園地やテーマパークなどの入場券、各種プリペイドカードなど、券の形をした商品を販売するものは特に自動券売機とも言う。近年では、ガソリン等の油種類を、 顧客自らが給油機で注文を行い、給油までの操作をすべて自分自身で行うセルフ式といわれる方式を採用するガソリンスタンドが多くなった。これも給油機そのものが一種の自動販売機といえる。手動式の自動販売機で取り扱われる商品はチューインガムやチョコレートなどの駄菓子や新聞などが多い。新聞の販売機は効果を金額分投入すると ケースの鍵が開くので、手動でケースを開けて、中に積んである新聞の束から一部を掴んで取り出す、方式である。新聞の一面を陳列するために、一部だけは、ケースの透明な窓を内側から覆う形で置いてあるので、最後の購入者はその新聞を取り出す。以降は、ケース内が空であることがわかるようになる。一度に複数部を取り出す不正行為を防ぐための、機構はない。 電気を要さないこともあり管理コストがほとんどかからず、また販売機も商品原価も安価であることから、窃盗被害の影響もあまり受けず、市街地の路上に多数設置されて、新聞の主要な販路の一つとなっている。ソフトベンダータケル日本標準商品分類では、自動販売機は、物品等自動販売機と、サービス情報自動販売機という分類を用いており、 サービス情報自動販売機は自動販売機の一種とされている。日本標準商品分類では就職情報自動販売機やパソコンソフト自動販売機が例示されている。なお、国際的な HS コードではこのような細かい分類を設けていない。自動販売機のような有形のものを提供する代わりに無形のサービスを提供する機械を特に自動サービス機と呼ぶ。 国際的な HS コードでは、物品の自動販売機というカテゴリーになっており、両替機等と区別していないが、日本標準商品分類では、自動販売機と自動サービス機は別の機器としている。日本標準商品分類による自動サービス機の分類基本的には、1990年6月改定の日本標準商品分類に沿って記載する。物品の場合、 食品系と非食品系に分かれる。コンビニエンスストアや24時間営業のスーパーマーケットの出店増加などにより、一昔前と比較すると販売する品目は減少してきている。現在、日本の自販機でよく見られるのは、券売機や需要の多い飲み物アイス、対面では買い難いコンドームである。デジタルサイネージ自動販売機 JX34。 JR 東日本ウォータービジネスが次世代自動販売機の名称で提供。ボタン操作を廃止、47インチ液晶ディスプレイに付いたタッチパネルで操作する。前面にカメラを内蔵しており、客の接近や周囲に客がいない場合はデジタルサイネージとしてワイマ m a x 経由で配信された広告や各種情報を表示している。比較的大柄な筐体から、 今季の側面はしばしば広告に用いられている。今は珍しくなった手動レバー式火災サービスエリアに設置されている復刻堂商店の自動販売機完全に姿を消したわけではないが急速に姿を消しつつある自動販売機の種類として以下のようなものが挙げられる。商品によっては自動販売機に制限が設けられている場合がある。日本ではタバコ、ビールなど アルコール飲料類の自動販売機については、販売時間や設置場所の制限がある。また、紙コップ式の飲料自動販売機は、浄水道に直結していることなどもあり、所轄の保険所の営業許可が必要である。近年スーパーマーケットなどに設置されている水の自動販売機も同様である。牛乳などの乳製品も、やはり保険所の営業許可が必要となる。 第2本百科全書では、自動販売機の構成は、金銭装置、指示装置、貯蔵、加工装置、販売装置からなると説明されている。自動販売機20年史では、自動販売機の基本的な機能としては主に次のものからなると説明されている。広く取られたコインの投入口定位置にもボタンがある。例復刻された1940年代型の便用。 自動販売機瓶を引き出すタイプの自動販売機、ものによって種類は多々あり、一概にこれだけが自動販売機とは呼べない。缶・ペットボトル飲料自動販売機本タイプ、商品棚の後ろ側には商品のストックが入っている。コインを入れボタンを押せば内部の電磁コイル等が通電し、商品を出す。また、下にベルトをつけ一度落下させた商品を上に、 持ってくることで取り出しやすくした自動販売機も存在する。しかし、このベルト式は一度下に落ちた物体をまた上に運ぶという重力に逆らった方法から開発当初から故障が後を絶たない。以前は販売する商品に合わせ機械側の調整が必要なものだったが、昨今その調整を自動で行う無調整機構というものも開発されている。この方式であれば、 仮に間違って商品を投入しても詰まることなく商品が払い出され、故障の低減に一役買っている。また、小型ペットボトル容器が登場し、ペットボトル自体の素材から投入の際に詰まり、安いという弊害も出てきている。しかし蓋をして持ち運べるという観点から、その需要は今も急速に伸び続けている。通常、屋外にある販売機では取り出し口は、 手前引きとなる。これは、雨水などの侵入を防ぐ衛生上の配慮である。瓶飲料自動販売機、缶飲料同様の自動販売機も存在する。仕組みは、缶飲料の自動販売機とほぼ同じだが、ペットボトル同様詰まりやすいという欠点を持っていた。缶と異なり、瓶が横方向に滑るように落下するのではなく、回転の手前方向に落下する。 汎用型自動販売機パン類や菓子類の自動販売機の場合、前面が小ウィンドウ状になっており、スイッチを押すと選択した商品の乗った渦巻き状のラックが回転し商品を前方の取り出し口に落下させるスパイラル式のものがある。他にもバケットが受け取りに向かい、バケットにコンベア状の商品を書き出すものもある。これらは汎用性が高く、パン類や 貸し類以外にも使用される。得意な例としては、入院着というものもある。瓶飲料自動販売機近年ではあまり見かけないが、コインを投入し、買い手自らストックされた瓶を引き出す構造のものも、ある。金銭を投入することにより、金額に達した商品のロックが外れ、引き出せる構造になっている。缶飲料が普及する以前は、飲料の販売機はこの形式が主流だった。 瓶の線抜きが販売機前面に固定されており、瓶の王冠を引っ掛け、手この原理で瓶を下げることにより、王冠が外れる仕組みである。また外れた王冠は、自動的に王冠のホルダーに落下する仕組みとなっている。現在は一部のドン、キホーテのほか、個人経営の酒屋や駄菓子屋の店先などで稀に見かけることがある程度。また、かつての瓶飲料の販売機と似た構造を持った。 販売機を宿泊施設の冷蔵庫などに見ることができる。この場合、ご払い方式が採用されている。基本的には、ストックされた飲料のストッカーにスイッチがついており、それを引き出すことにより、スイッチが働く仕組みとなっている。冷蔵庫には通信機能があり、それを宿泊施設のコンピューターなどが検知、チェックアウト時に生産する。ストッカーの形状に合わせて、 瓶飲料のみならず、缶飲料など、多種の飲料を販売している。落下などの衝撃を与えることのできない商品、多種の商品を選択させる場合、大型の商品を扱う場合などに用いられる。円盤に商品が載っているもの構造は、数段の円盤状の棚に商品が並べられ、商品と商品との間は仕切り板で仕切られている。 一つの円盤上には6から8程度の商品が並べられ、回転ボタンを押すことにより、商品が循環する仕組みとなっている。希望の商品が手前に来た時点で回転ボタンを離し、扉を開け、希望の商品を取り出す仕組みである。大衆食堂やドライブイン、学生食堂、社員食堂などでは、おかずやおつまみの販売、鉢植えの花などの販売に用いられている。 コインロッカー型のものの作物の無人販売スタンドなどでは、前面の扉を透明な樹脂にしたコインロッカーのようなキャビネットを設置し、内部に商品を入れ、利用料金を支払って施錠するコインロッカーとは逆転の発想をした代金を支払うことによって商品を取り出せる料金徴収方法をとっている。ただし、支払い以前に商品を手に取って鮮度を確認することはできない。 t ポイントを貯めることができる自動販売機自動体外式所再動機を収納した飲料の自動販売機災害対応型自動販売機 e-40 商品を購入した際にポイントカードやスマホアプリ決済手段などのポイントを加算する機能のある自動販売機が存在するなど災害時には炊き出しの一種として自動販売機の中の飲料を無料で 提供可能なフリーベンド機能も導入が始まっている。これは、地域で災害が発生し自治体などと設置業者の間に結ばれた協定に基づいた状況になった時に、徒歩などで帰宅するものや断水などにより、飲料水を断た,たれた地域住民の急場の需要を満たすもので、内部スイッチを手動、遠隔操作、自動で切り替えることで内蔵された飲料を無料で提供することができる。 中には電光掲示板を設置したタイプもあり、インターネット回線を介してメッセージの変更が可能となっており、災害時に情報提供を行えるようになっている。商品の提供方法については、通常の販売と違って、金銭を投入しなくてもボタンを押すだけで商品が出るというだけに過ぎず、基本的に停電の場合には自動販売機そのものが動作しないため、 飲料提供は困難となる。ただこういった停電により停止した自動販売機内の商品もメンテナンス業者や店舗側の行為で被災者に提供される可能性もある。南海電気鉄道は2007年9月1日に同社の管理する自動販売機のうち南場シティにフリーベンド機能付きのもの13台を設置したほか同社が商品として各売店などに一定量在庫している。 1> 契約1万本の飲料をを災害発発生時に提供するる意向を発表しているまた自家発電設備のある施設以外に設置するためのフリーベンド対応機種としてバッテリーなど内部電源を持ち外部電源が切断した場合には電力消費の激しい飲料の冷却保温と表示用証明を止め飲料提供機能のみ動作させる自動販売機も登場している 2005年1月から飲料系の自動販売機には設置場所の住所が記載されたステッカーが貼り付けられている。これは緊急時に通報者が必ずしも今いる場所を把握しているわけではないため現在地を伝達することを目的に全国消防庁会が自動販売機業界に自販機の住所表示を依頼したことに始まる。自動体外式所再動機を搭載した。 自動販売機も増えている。公衆無線 LAN アクセスポイントを搭載した自動販売機も増えている。愛知万博で試験が行われ、竹章はフリーモバイルの名称で朝日飲料の自動販売機への無線ルーター搭載を進めている。東京都足立区では防犯カメラを内蔵して街灯を撮影する飲料自販機が設置されている。キリンビバレッジが警視庁西新井警察署と 協力して運用している。太陽光発電を活用した自動販売機世界遺産の岩見銀山では景観に配慮し木目外装を施している重要文化的景観の大沢、上大沢では間垣に囲まれる飲料の自動販売機は消費電力が大きく一つの家庭に匹敵するほどの電力を要する。省エネルギーの観点からは問題があるため、 エネルギー効率の改良も続けられている。筐体上部にソーラーパネルを設置して日中に太陽光発電を行い、夜間照明電力を賄う自動販売機もある。公害の問題や景観に対する悪影響も指摘されている。特定商品の自動販売機では製品の宣伝を兼ねる関係から色彩や形態に異常が凝らされる傾向もあるが、 この衣装が景観を損なうことがある。このため景観に配慮した自動販売機も見られ、設置の際に目立たないように工夫される場合もある。自動販売機は、私有地から公共地である道路にはみ出して設置してある場合があり、通行の障害となることがある。これに対しては、設置者側の対応や機器メーカー側も薄型の販売機を開発し導入している。 飲料の自動販売機では周囲に空き缶などが散乱してしまう問題がある。空き缶回収ボックスの設置と回収管理とともに、利用者のモラル工場が大変重要となる。認証機能やインターホンを備えた種類自動販売機成人認証機能を備えていないため、販売時間制限のある種類自動販売機タバコの自動販売機による販売は日本。 ドイツ以外のほぼ全ての国で規制されている。酒については自動販売機で売られているのは世界ではほとんど日本でしか見られない。日本ではタバコ、ビールなどアルコール飲料類の自動販売機の販売時間や設置場所に制限を設けている。タバコやアルコール飲料の販売機は国税庁の認可や免許が必要なほか、成人式別自動販売機以外の自販機では 自主規制で23時から翌朝5時まで販売停止されており、市町村や都道府県レベルの自治体による条例で設置場所や販売時間に制限が課されていることが多い。アルコール飲料の自動販売機の場合、成人式別自動販売機以外の自販機については、深夜から翌朝の間の販売停止については罰則がある。タバコの自動販売機は2008年7月以降、 全部成人式別自動販売機となったことで、1996年4月1日より行っていた屋外設置のタバコ自動販売機の深夜、稼働自主規制について2008年8月1日から解除された。なお、販売停止されていた場合は、押しボタンがすべて売り切れの点灯状態になっていた。タバコ自販機における制限の詳細については、 タスポを参照タバコ自販機は設置を禁止する旨の提言がなされた。これらの問題点に対して日本は冬などから名指しで批判されていることからタバコ自販機は2008年より社団法人日本タバコ協会らはタスポによる成人式別自動販売機の導入を開始した。しかしカードの貸し借りや無断使用の可能性もある。実験的に導入した種ヶ島では 歩道数が減少と増加の両面が見られたことから、同カードによる効果に疑問が呈されている。タバコ自動販売機については、地方税法上は設置業者から、日本タバコ産業と、その関連会社が発注を受け、設置業者の所在する自治体に対し市町村タバコ税を納税することになっている。これについて、大阪府泉佐野市など一部の自治体が、企業誘致条例に基づき、 自動販売機設置業者が別の自治体内で大量に販売したタバコを行政区域内に1台のみ設けられたタバコ自販機から発注したように書類操作し多額の税収を得ていたことが判明している。該当の自治体が見返りに業者に対し奨励金を支払っていることも判明している。地方税法上、この手の書類操作には罰則規定はないが、総務省では 地方税法上の趣旨を逸脱しているとしており、実態調査を実施したいとしている。自動販売機が普及すると、これを標的にした窃盗も現れた。自動販売機窃盗は、加害者から被害者の顔が見えないため、心理的な障壁が低い。窃盗は機械に誤認識させる知能的な窃盗と、機械を破壊する暴力的な窃盗に分かれる。年代前半には、 護身用のスタンガンの高周波を悪用し、自動販売機内部の効果選別装置を誤動作させ、効果を盗み出すという手口まで現れた。現在は対策が施されており、不可能である。その他、コイン投入口から洗剤を入れて、内部回路にダメージを与える等の多彩な攻撃手法が試みられている。また、韓国の500ウォン効果を変造し500円効果として、 不正利用する事件が相次ぎ500円硬貨は買い注を余儀なくされた。当時の価値で500円硬貨のおよそ10分の1だった500ウォン硬貨は500円硬貨と比べて重さが0 5ムほど重いだけであり、素材金属の混合比や外形は同じだった。そのため貫通しない程度に穴を開けたり表面を削り落とすなどして重量を調整してやると、 自動販売機が500円と誤認識した。紙幣の場合、犯罪を減らすため紙幣を投入可能なものでは、紙幣識別機が搭載されている。機械の破壊に対して、頑丈な鍵と扉を設置するなど、物理的対策が取られることもある。これは、完全に破壊されるまでの時間稼ぎに過ぎず、その間に、犯罪の発覚を期待するか、犯罪遂行を断念させるかでしかなく。 決定的な防犯対策とはなっていない。なお、現在では携帯電話、PHS、無線 LAN を利用して、在庫情報の管理や、機械の破壊に対しての緊急通報を行う機能を持つものも存在する。このような犯罪行為を防止するため、自動販売機は通常、人の目が届く場所に設置される。例外的に、日本では屋外での設置が広く普及しており、 日本の景観上の特色にもなっている。2000年代に入り、現金やクレジットカード、キャッシュカードなどの偽造が増えたため、識別機の能力の強化が図られている。2000年代あたりから、一部には電子プリペイドカード、携帯電話機でのみのキャッシュレス決済を行う自動販売機が設置されつつある。これらには自動販売機内部に金銭を置かないことで、 窃盗犯に狙われにくくする副次的な効果もある。ただし、キャッシュレス決済手段自体がまだその普及を急いでいる段階であり、現時点では逆に小銭しか持っていない顧客を取りこぼすデメリットを抱えている。一方で、2010年代終盤あたりから機械に衝撃を与えて機器を誤作動させ、釣り線を盗み出す荒手口の窃盗が相次ぐようになっている。 2010年代頃から、現金やクレジットカード以外の支払い方法として、携帯電話やフェリカを利用した、決済方法クモドやエディスイカなどの電子マネー、ID やピタパなどのポストペイで支払う販売機も登場した。特に酒やタバコの自動販売機では、年齢認証付きの電子マネー専用とすることで、20歳未満への販売を防止できる効果もある。 中国では2010年代後半になり、自動販売機も急速なキャッシュレス化が進み、現金を受け付けない自動販売機も増えた。上記の犯罪以外にも、販売商品の中身を毒物に入れ替えた、微妙料を取り出し口に置き去りすることによる殺人事件も過去に発生している。パラコート連続毒殺事件を参照、商店内の持ちネタで自動販売機化の小銭拾いというものがある。 千円自販機に挑戦する会が不定期に放送されている。千円自販機にひたすら挑戦するだけのコーナーが存在する。ありがとうございます。